視聴者の皆様、こんにちは。今回は、友達が短期だと話す自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回はランチに1分遅刻したら、ママ友に通報されました。と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。信じられません。なんでこんなことになったのか、理解不能です。急にどうしたんだ？よくある友人との喧嘩で、通報されてしまったんですよね。なんで喧嘩で通報されるんだよ。本当にそうなんですよね。なんでだよって感じです、今まさに。よくわからないんだけど、誰が誰に通報されたの？すみません、説明不足でした。私が、友人に通報されたんです。ごめん、勝手に一致と友人が、第三者から通報受けたと思ってたわ。俺もそう思ってた。思い出すのも嫌かもしれないけど、状況を整理して、私たちに説明してくれる？はい。私は35歳の主婦で、5歳になる娘と栄養食についている夫と、3人で暮らしています。結婚して数年後に、夫の希望でマイホームを購入。大きな家ではありませんが、夢のマイホームの完成に夫は大喜び。土地の関係で、住んでいた地域から出ることにはなりましたが、新しく出会ったママ友たちはいい人たちばかり。なので、新しい人間関係でのストレスは、ほぼゼロに近かったのでありがたかったです。人間関係が一番難しいよな。クリーンそうで何より。でも、今回通報したの、そのママ友なんですけどね。友達との喧嘩って、ママ友だったのかよ。マジで何があったんだ。ストレスゼロだったんじゃないの。最初はいい人たちだと思ってました。でもまさか、ただの喧嘩で警察呼ばれるなんて、私はただ、ランチ会に少し遅れただけなんです。遅刻しただけで警察呼ばれるのか。俺もう二度と誰かと待ち合わせしない。そのママ友がおかしいだけなので、遅刻イコール通報はイレギュラーです。イレギュラーじゃなきゃ困る。とりあえず、その時の状況を詳しく教えてほしい。仲のいいママ友の A 子と B 子がいるのですが、普段の家事育児の疲れをねぎらい合うために、定期的にランチ会を開いているんです。息抜きってわけだな。そうです。前はみんな専業主婦だったので、月に何度かランチに行けてました。でもここ最近は、その頻度も落ちていて。みんな忙しくなったんじゃね？急に二人とも？嫌がられてた説不上か。お気持ち、察しますぜ。いや、なんか私かわいそうな人だと思われてません。別にハブられているわけではないです。二人とも、急に仕事を始めちゃって。何でも趣味だった料理を仕事にしようと思い、小さなカフェを経営することにしたらしいんです。最初は私も一緒に開業しないかって誘われたんですけど、うまくいくとは思えなくて断りました。最近多いよな、起業する人。それにしても一致失礼だな。断るにしても、成功を祈ってやってくれよ。リスクは負いたくないんです。まあ、その話は置いといて。通報されるまでの流れよろしく。いろいろ準備があるから忙しいって断られ続けて、やっと久しぶりに開催できたランチ会が、今回の通報されたランチ会でした。切な。久しぶりに二人とランチができる。溜まった愚痴を吐き出せる。そう思うと気持ちが浮き立ってしまい、遅刻してしまったんです。でも、事前に遅刻する旨は伝えていました。1分遅れそう、ごめんねって。1分？そんなの遅刻に入らんくないか？私、時間は守るタイプの人間なんです。1秒も1分も1時間も、遅刻には変わりありません。周囲からも、時間に正確なことで有名みたいです。確かに、その時間に遅れたら単位関係なく遅刻だよね。その心構え、めちゃくちゃいいと思う。でも今回、もうすでに帰国決定だったので、ランチ会場に行くまでの道中で見つけた雑貨屋に、少しだけ立ち寄りました。え？急に信念曲げてるじゃないかよ。だって、新しくできた雑貨屋さんなんて、通りかかったら入りたくなるじゃないですか。昨日に部屋の模様替えをして、午前にその片付けに追われて、帰国してしまった1分。連絡も入れたし、大丈夫だと思ったんです。模様替え別の日にすればよかったじゃないの？時間に正確で有名なんだろ？それならさ、久しぶりのランチ会こそ、余裕持って準備しないの？確かに。気持ち浮き立ってたんなら、むしろ早く着いて待っててもいいくらいなのに。仕方ないです。だって、ソファの位置が気になって動かしたら、他も気になり始めてしまったんですから。
はいはい。でも、雑貨屋に寄らなければ1分の遅刻で済んだんだろ？シンプルになぜ立ち寄った？ショーウィンドウ越しに見えた別行のお皿が、とにかく可愛かったんです。それだけ買って、すぐに出ればいいかと思って入ったら、他も気になり始めちゃって。ランチ後でよかったんじゃね？なくなったら困るじゃないですか。でも、結局40分遅刻しちゃったんですよね。1分の遅刻が40倍になってる。だから慌てて店内に入ったんです。二人は私を見た瞬間、冷たい目を向けてきたんですけど、とりあえずお腹も空いてたので料理を頼みました。そりゃそうなるわな。遅刻したこと謝ったんだよな。謝りもなしに40分も遅刻して料理頼み始めたら、俺なら帰るぞ。もちろん謝りましたよ。重たい空気になっても嫌なので、ごめんごめん、待たせちゃった。って、明るい感じで軽く謝りました。逆効果じゃない？誠意が全く感じられない謝り方なんですけど。私は相手の気を悪くさせたくないので、雰囲気壊さないように明るく行こうと考えたんです。でも確かに、謝ってから罵られ始めたような気が。気を悪くさせたくないってどの口が言ってるんだ。自分から誘っておいて遅刻だろ。しかも、1分って言っておいて40分も。悪かったとは思ってるんですよ。でも、私たちは仲のいいママ友なんです。今まで子供の用事なんかで A 子も B 子も、遅れることは何度かありました。仕方がないよねってその時はいつも笑って流してたのに、私の遅刻はどうやら気に障ったようで。私たち今が大事な時なの。少しだけなら時間を空けれるから、手短にランチしようねって話したじゃない。40分近くもどこで何してたの？1分って言うから待ってたのに、着くまでの間連絡もつかないし、心配したんだよ。って、言葉責めにあってしまいました。優しいじゃん、言ってくれてること。心配してくれてるし、忙しい中時間作ってくれてたみたいだし。優しさなんて微塵もありませんよ。だって、ここから喧嘩が始まるんですから。なら確実に一致が悪いね。聞かなくてもわかる。せっかく久しぶりに集まれたのに、喜んでもくれないから、私も言ったんです。夢にうつつ抜かしてる暇があるなら、私との時間も大事にしてほしい。それに、遅れるって連絡は入れたし、二人に迷惑はかけてない。せっかく楽しいランチ会にしようと思ったのに、大無視にするようなこと言わないでよ。怒ったつもりも、責めたつもりもありません。ただ、感じたことをそのまま言葉にしたんです。自分のことばかりだな。遅刻したの一致だぞ。寄り道もしておいて、自分の立場をわきまえろ。寄り道、そんなに悪いことですか？私普段から時間には正確に、お心がけてます。たまにの寄り道くらい、良くないですか？一人の時にする寄り道で、後に予定がない時は誰も文句は言わないさ。私が反論したからなのか、二人も私に対して思っていたことを口にし始めました。何してたの？今まで一度も遅刻したことがないのに、どうして今日は遅かったの？いろいろあって、その紙袋、この近くにできた雑貨屋さんのだよね。まさか、寄り道した？指摘された瞬間、紙袋下げたままだったことを、うっかり忘れてしまっていて焦りました。それで？二人とも、忙しい時に時間を作ったのに、何考えてるんだって怒ってしまったんです。なんでも、今は店の内装で連日打ち合わせがあるらしく、ランチも本当なら落ち着いた頃が良かったとか、それでも私が何度も連絡するから、予定をずらしてくれたらしいんです。そんな事情、私には関係ないことだし、時間に余裕も持てないくらい切羽詰まってるなんて、本当にかわいそうで仕方がありません。おいおいおい、マジで自分の言ってることおかしいって気づけって、人の善意をなんだと思ってるんだ。だから私、あまりに哀れになったから二人を助けたくて、ねえ、前から言おうと思ってたんだけど、お店出すのやめたら？売れる保証もないのに、店出す必要ある？って言ってあげたんです。最悪じゃん。いい迷惑にも程があるし、頑張ってる時に一番言われたくない言葉。言ってあげたって、何目線だよ。だって、そのせいで前みたいに会えなくなったし、何より最近まで専業主婦だった二人がお店なんて、成功するわけがないじゃないですか。誘われたのだって、いい迷惑でした。私は今まで通り、夫の給料だけで生活できるし、必要ないのに働く意味がわかりませんでしたから。二人だってそうです。
会社役員の旦那さんと、家族経営の会社で次期社長の旦那さんがいるんだから、わざわざ働かなくてもいいですよね。趣味を仕事にしたかったとか、夢を叶えるだとか言ってますけど、現実そんなに甘くないですよね。まさかそれ、本人たちに言ってないだろうな。もちろん、ちゃんと伝えましたよ。二人とも、顔を真っ赤にして大激怒しましたけど。人の心がないの？何のために時間作ってくれたと思ってるわけ？自分の勝手で遅刻しておいて、人の夢馬鹿にするような発言、最低でしょ。それからはもう、二人から罵声を浴びさせられるわ。もう二度と関わりたくないとさえ言われるわで大変。私の言ったことが図星だったんでしょうね。頑張ってきたのはすごいと思いますよ。でも、諦め時だって肝心です。早く元の関係に戻りたいって気持ちもありましたし、なんとか分かってくれるようにと、頑張って伝えたんですけどね。最悪の気分だよ。連絡ももうしないで、私たち忙しいんだから。もう一気に使う時間はない。こんなことまで言われたら、黙ってられませんよね。黙った方がいいと思うぞ。いい加減、人のこと見下すのやめたら？本当は私たちがお店出すの羨ましいんでしょ？誘いを断ったのだって、変なプライドがあったからだよね。まるで私が二人に嫉妬して、悪者みたいになっている感じだったので、堪忍袋の尾が切れちゃいましたよ。嫉妬？そんなの、するわけないでしょ。自分たちに都合のいい解釈するのやめてくれない？私はこれからも二人といい関係でいたかったから、ランチ会をしようって誘い続けただけ。迷惑なら最初から来なければよかったじゃん。とまで一気に喋って、そのまま店を出ました。大事になったなって、二人で反省すればいいと思って。待て、お会計は？あ、繰り返し、頼んだ料理まだ来てなかったとか？とっくに食べ終わってましたけど、もったいなかったので、口論の合間に、お会計はしてません。不愉快な気持ちになったので、大人一人分のランチくらい、立て替えてくれるでしょうし。どんな神経してるんだ、喧嘩してる途中に普通に飯食うやつ、見たことも聞いたこともないぞ。普通は喉通らんし、箸すら持たんよな。普通じゃないのが一致だから、めちゃくちゃ失礼なんですけど。しかも、縁切るレベルの喧嘩しておいて、自分の分払ってもらう気で店出てるの面白いな。やっぱり一致は人間じゃないぜつ。人間ですから。でもどうやら二人は、私の分を払う気はなかったらしいんですよね。当たり前でしょう。だからお店を出て数分後、無銭飲食で警察に呼び止められましたね。なるほど、通報されたっていうのは、無銭飲食でというわけか。恥ずかしい大人だぜ。恥ずかしいのはAコとBコでしょう。普通、払いますよね。なのになんで、無銭飲食で通報するんですか。思いやりがないというべきか、気が利かないというべきなのか。おいおいおい、一応聞くが、何食べた？がっつり系の定食と、デザートのパフェとドリンクバーですけど。それ全部口論な間に食べたの、すごいとしか言いようがない。多分、全部で2000円もいかなかったと思うんですけどね。どうやら二人には高額だったようです。私の分を払う余裕すらないなんて、知りませんでした。まさかお金を置いていかずに出ていくなんて、知りませんでした。これ、AコとBコの心の声ね。心の声勝手に作ってる。でも本当に腹が立って仕方がないんです。通報されたせいで、私地域の人たちからずっと変な目で見られるんです。自業自得だよね、完全に。なんでみんな知ってるのか考えたら、かなり悪質ですよね。悪質な人が何を悪質だと感じてるわけ？これ以上イラつかせないでもらえますか？だって、AコとBコが言いふらしてるに決まってます。言いたいことがあるなら直接言ってこいよ。って話ですよね。ここに書き込んでるイッチが言うことじゃない。暇なのかよって思いません？もう縁切ろうかと思ってますよ、私。切ってあげて、イッチとの縁。平和に暮らさせてあげて。そして、暇なのはイッチってことにも気がついて。まあ、ママ友なんて他にもいますからね。二人は私を失った後に、その大きさに気がつくことでしょう。回り回って面白いぞ、その発言。真面目なんですけど。あのさ、俺思ったんだけど、やっぱりイッチ、AコさんとBコさんに嫉妬してない？なんでですか？微塵もしてないんですけど。何かを頑張ってる人って、キラキラしてるからね。大体尊敬するか妬むかする人多い気がする。イッチが二人に見せ出すのやめなとか、うまくいくわけないっていうのは嫉妬からか。
なんとなく見返してもそんな気するね、確かに。かまってちゃんかと思いきや、ひがみか。断言できる、イッチは A 子さんと B 子さんとはもう、友達ではいられないな。何を根拠にそんなことを言うんですか。私は被害者なんですよ。残念。被害者は、無銭飲食されたお店だ。元をたどれば、私たったの1分遅刻しただけですよ。40分ね。大事だから間違えないで。もう遅刻した時間なんてどうでもいいです。私が言いたいのは、ことを大きく荒立てすぎじゃないってことです。開き直りやがった。ほら、1分も10分も1時間も遅刻には変わりない。って言ってたじゃん。遅刻した側が言うとかなりヤバいセリフになる。上げ足取りすぎじゃないですか？皆さん、私の味方にはなってくれないってことですね。もちろん、味方になるつもりはないさ。そこまで綺麗に言い切らないでくださいよ。とにかく、私は二人に私を失う怖さを知らしめたいので、新しいママ友グループに入ろうと思います。自分で言うのもなんですが、人当たりはいい方なんです。なので、奪い合いになるのではと心配してます。早速動こうと思うので、皆さんさようなら。自分のこと、人気者だと勘違いしてるのか。話せば話すほど、痛いやつだぜ、イッチ。さよならとか言ってたけど、絶対戻ってくるよねこのパターン。俺もそう思う。誰にも味方になってもらえなかったイッチは、別のママ友と仲良くなる作戦に出たようです。スレミンの予想通り、その1ヶ月後に、またイッチがスレに現れるのでした。ただいま戻りました、イッチです。誰ですか？ママ友に通報されたイッチです。記憶にございません。もっと詳しく自己紹介をしてください。はい。私は35歳の主婦で、5歳になる娘と栄養食についてる夫と、3人で暮らしています。律儀かよ冗談だって、みんな覚えてるよ。本当ですか？よかった。また一から説明しないといけないかと思いました。それは俺たちもきつい。それで一致、その後どうなったの？新しいママ友グループには入れた？そのことなんですけど、なぜかみんな私から距離を取るんです。保育園の送り迎えの時は、今まで通り普通に接してはくれるんです。でも、ランチに誘った瞬間嫌な顔されるんですよね。ランチ好きすぎだろ。急に誘った時には、持ち合わせがない。予定を組んでいこうと誘っても、持ち合わせがない。ほぼ全員からそう断られました。断り方あからさますぎないか、いつ誘っても全員から持ち合わせないって断られるの、イッチが無銭飲食したのが原因だろ。無銭飲食のことでも、いろいろありました。詐欺罪に該当するかもしれないんです。なんで？結局払わなかったの？払ったのは私ではなく夫なんです。ことの経緯を知った夫が、頭を抱えて店まで出向き、私の払ってない分のお金を払ってくれたんですよね。警察に未払い分払うように言われたんですけど、私より道していろいろ買ったからお金持ち合わせてなくて、夫に連絡されてしまったというわけですよ。なるほど、無銭飲食したのは計画的だったのか。犯罪者みたいに言わないでくれますか？立派な犯罪だ。恥を知れ。でもなんで、払ったのに詐欺罪なんて言われるんだ？その件があった後、私に反省の色が見えないと感じた夫が、私のしたことがどれだけ大変なことなのか、わかるようにいろいろ調べて伝えられたんですよ。そんなことされるなんて不愉快ですし、終わったことを掘り返さないでほしいです。繰り返さないためでしょ。イッチ、相手の優しさとか思いやりに対して、全部自分勝手な感情ぶつけてる気がする。そんなことはありません。みんなどうせ私のことが嫌いなんですよ。だから辛辣な言葉ばかりをかけてくるんです。腹が立って夫のことを無視し続けた結果、娘を連れてしばらく出ていくと言われて、本当に出て行かれてしまいました。他のママ友達とも、いい関係にはなれません。A 子と B 子はお店を開店してさらに忙しそうなのに、いつ見ても楽しそう。私がいなくなっても痛くも痒くも無さそうなんです。地域からも、ずっと無銭飲食の件で煙たがられる始末。あの一件があってから、ランチ会で行った行きつけのお店は出禁になりましたし、居場所がどこにもありません。実家の両親も、私の無銭飲食に対してかなりご立腹。法律に関する仕事をする父には、夫に言われたような内容で鬼のような形相で叱られてしまい、あのまま夫が来てくれずに払わないままだったら、10年以下の懲役を受けることになっていたとも言われました。みんな大げさすぎますよね。
やっぱり私は嫌われ者のようです。前は私人気者だって言ってたのに、今度は悲劇のヒロインかよ。めんどくさいぞ、エッチ。嫌われ者のようですって。自分のしたことに反省はないのか、ないんでしょうね。気持ちがいいくらい他人のせいにしまくりだから。どうやら A 子と B 子のお店、繁盛しているみたいなので、私も働かせてもらおうかなと思ってるんですけど、そうしたら前みたいな関係に戻れますよね。和解もできて職もできたら万々歳。きっと夫も見る目を変えてすぐに戻ってきてくれるはず。いや、煙たがられて断られるに決まってるでしょ。自分がどんなひどい言葉ぶつけてたか忘れたの？どこまでも都合のいい女だな。考えるより動きます。とりあえず今から行ってきますね。今ってちょうどお昼時だよな。なんでわざわざ忙しい時間に行くかな。いつ行っても無理だろうけど、やっぱり相手の都合なんて考えれないイッチなんだろうね。そして数時間後、さらに落ち込んだ様子のイッチが戻ってきました。無理でした。保育園以外では顔も見たくないし、お店にも来てほしくないと言われてしまい、あんなこと言っておいて都合良すぎだとも罵られて。皆さん、このままじゃ本当に私孤立してしまいます。どうしたらいいですか？助けてください。もう孤立してるから手遅れ。改心して心入れ替えるんだな。まあ頑張れ、同じ感性の人となら仲良くやっていけるさ。一致が二人とか無理。ふざけないでください。ちゃんと考えてくれませんか？あれ？皆さん、いなくなりました？誰か返事くださいよ。最後にはスレミンにまで見放されてしまったイッチ。今後も自分勝手に相手を振り回す人生を送るのでしょうか。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。2本目は、少し遅れると連絡入れたのに、短気な友達にドタキャンされた、と嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。日本人は窮屈だと思いませんか？真面目というか、神経質というか。そうそう、イレギュラーなことを嫌うよな。型通りに順応に従って、右向け右の人が多い。わいらみたいな社会不適合者を理解しようとしない。今増えてるのにな。外国人が真似する日本人って、メガネかけてて横分けで、電話で謝りながら、頭下げてるよ。そうですよね。ガチガチのルールのもと、ちょっとはみ出しただけで、あーだこーだ言われる。もっと一人一人の個性を活かせる、社会にしたい。それには私一人の力では無理ですが、もっと声を上げる人が増えないかと、思っているところです。自分の子供は自由に、のびのびと育ててきたつもり。それでも、私の息子は空気読んで、周りに合わせる性格になっている気がします。これは多分、幼稚園、小学校で身につけた、協調性だと思います。それに比べて、私は母親になっても、周りから浮いてしまうことが多いのです。それは小さい頃からで、とても生きづらかったのが本音。なんだか、重たいテーマだな。イッチの苦労話がここから永遠に始まるのか？面倒くさいけど、俺らも社会不適合者だからこそ、共感できることあるかもしれない。ここは自分の気持ちを吐き出す場所であるけど、わいらも好き放題言わせてもらうよ。オーケー、わかった。詳しく聞きたいから、まずはイッチの自己紹介からよろしく。私は36歳の主婦。夫は公務員で市役所に勤めています。10歳の息子と3人家族。夫はもう一人、子供を望んでいますが、私はそれに賛同できません。息子をここまで育ててきて、育児の色褪せを経験。激痩せして、心療内科に通い、カウンセリングを受けたりしてきました。一人でもこれだけ息子や周りに、迷惑かけてきたのです。その上、もう一人授かって、また同じことの繰り返しになるのが怖い。私には子育てが、向いていないのだと実感しているんです。息子はそんな私に、だいぶ気遣ってるのがわかります。私が息子の友達のママと違うことも理解しています。そんな私が結婚できたことが、最大の謎ですが、夫は本当に優しい人なんです。振り返れば、自分は幼少期から、ちょっと変わっていました。変わっていると言っても、絵や音楽などの芸術的才能が、突出しているのではありません。どこか抜けている。いわゆる間抜けっていうか。例えば、忘れ物が多い、注意散漫、遅刻ばかりする、といったものです。幼稚園の頃はともかく、小、中では親が呼び出されるレベル。一つのことをじっくり時間をかけることが苦手。中途半端に次のことを始める。などもありました。それは単なる自己中なんだということを、
子育てしながら、初めてわかったのです。おお、今回はカウンセリングの回だな。俺らも中途半端にニートしてないからね。そうそう、ニートと無職を一緒にしちゃいけないよ。無職は働く意思があるけど、定職についてない人。ニートは働く意思がない人。なんでどうやってる？子育てはやり直しが効かないので、息子にはだいぶ迷惑をかけてきました。10歳になって、だいぶ手が離れ、それでもママ大好きでいてくれる息子。親になると、無条件で愛され、必要とされる。息子にとって頼れるのは、パパとママだけ。そのまっすぐさに、私は対応できなかったんです。結局、私は自分のことしか考えられず、自分が一番、息子が赤ちゃんの頃、絢爛泣いていても、放っておいたこともあります。あの泣き声の中で、悠長に本を読んでいたりして、実家の母がヘルプに来てくれて、いろいろと注意されました。それほど自覚がなく、息子を優先することができなかった。ただの自己中って思い知らされたのです。そんなこんなで、36歳まで生きてきて、上辺では取り繕うことができます。深く関わりを持たなければ、友達もできました。一番心配していたママ友も、一応できたのです。その裏で、夫がかなりサポートしてくれたことは、言うまでもありません。迷惑はたくさんかけてきましたが、一番大変だったのは、息子が幼稚園の時だったと思います。私は朝起きれなくて、低血圧ってやつです。決して夜更かししているわけではありません。なんなら、息子に絵本を読んで、寝かしつけてるまま、自分も8時に寝てしまうことも、多々あります。何時に寝たとしても、朝起きれない。学生時代も、これでもかと、いくつもの目覚まし時計をセット。それでも、全く起きれない。学生の頃は、母が相当手を焼きました。起床の1時間前から、10分おきに母が起こしにやってきます。お鍋の蓋を鳴らしたり、布団を剥いで、ベッドから床に下ろしたり、最後には庭に出されて、夏はその暑さに、冬はその寒さで、やっと目を覚ます。そのままシャワーを浴びて、スイッチを入れました。母は未だにそのことを心配して、夫に頭を下げるのです。母曰く、朝、私を起こすことが、子育ての中で一番大変だったと言います。これは後出しじゃんけんだね。注意散漫って告白した時点で、言うべきだったろ？マイナスイメージがこれ以上つくのが、嫌だったんだろ？こんなスレで格好つけてどうすんだって話。相手にしてるの、引きこもりニートだよ。一致は結婚して。子供もいる時点で、ワイラより偉いって認めるよ。少子高齢化で子孫を残すなんて、日本の安泰につながるからな。話がそれました。息子が幼稚園の時のこと、朝起きれない私に代わって、夫が朝食とお弁当を作り、息子に制服を着せて、送迎バスまで連れて行く。バタバタした中で、私はグースか眠っている。普通なら夫が切れても仕方ないくらいなのに、夫は一切、文句を言いません。そういった私の欠点を理解し、それを受け入れて、結婚してくれた既得な人です。公務員だし、たくさん稼いでるわけではないですが、将来安泰、いい人と巡り会えたことに、私より母が喜んでいました。この際だから言ってしまいます。私の性格を突き詰めると、異常に鈍感だと周りから指摘されました。みんなが私に対して、怒っていても、なんで怒っているのかわからない。空気を読めないで、私の一言でぶち壊し、変な空気にしているのだとか。でも、鈍感な人って幸せだと、フォローもされています。私自身もそれを褒め言葉と捉える、それこそが鈍感なんですよね。メンタル強いねえ、一気は。羨ましいわ。俺、こう見えてメンタル豆腐。だから働くなんて無理ぽ。だって怒られるの嫌だもん。そうそう、上下関係とか、条例とか、面倒くさいことばかり。仕事のやりがいとか、飲み会とか、社員旅行とか、いらねえ。仕事だってやろうと思えばできるよ。でもそれって在宅で済む仕事もあるじゃん。e スポーツとかだって、ゲームでお金もらえる時代だよ。何に価値を見出して、自分に合った仕事をすることが、できる世の中に変化してる。まさしく、私も今、在宅ワークを探しているところです。資格とか持っていませんし、独身時代も仕事をコロコロ変えていた私。ですから、誇れるスキルもありません。今、幸いなことにパソコン1台あれば、在宅でお仕事ができる時代になりました。確かに、お給料は外で働くより、低いかもしれません。でも、在宅で好きな時にできることは、とても魅力的。時間に縛られることなく、時間を気にすることもない。私にはぴったりな仕事環境です。
家にいても正直、昼寝ばかり。息子が小学校から帰ってくるまで、寝ていることもあります。ノロノロと家事をやり出すのは夕方。洗濯機を回して乾燥までボタン一つ。掃除機は週に1、2回する程度。夕飯はその日の分の食材を届けてもらう、サービスに入っていて、野菜もカット済みで、ちゃちゃっと作れるのです。夫は市役所勤めなので、残業なしで6時には帰ってきます。7時のご飯に間に合えばいいかな、と、そこら辺もアバウト。ご飯が出来上がってなければ、夫は息子とお風呂に入る。息子との会話も弾んで、引き出す力がすごい。夫なりに今子供に何が流行ってるかリサーチ済み。夫は本当に無駄のない、時間の使い方が上手です。つくづく夫には助けられてるな、と実感しています。一致夫のしてることって、別に普通じゃね？息子だって10歳なら、自分の世界観ってものを持つ年頃。いつまでも、パパとお風呂入れて嬉しい、とかないよ。一致は自分が何もできてないと、自分を責めすぎ、主婦なんてそんなもんじゃないの？まだ、家事放棄、育児放棄してないだけマシ。親が心配するほど、子供ってあまり細かいこと気にしないって、息子はたくましく生きてるよ。将来、オイラたちの仲間にならない、保証はないけど。面倒だなと思っていたママ友にも、私は恵まれたと思います。幼稚園、小学校、中学校はほぼほぼ、同じ顔ぶれになるのです。クラス数も少ないので、ママ友との縁も長くなっていきます。私は数人のママ友がいれば満足。というか安心。無理して新しいママ友を作ることはしません。その中でも特に親しいのは A 子さん。息子と一番仲のいいお友達のママです。息子は男の子ということもあり、活発で家でゲームするより、外で遊んでいた方が楽しいタイプ。それでも、小学校高学年になると、塾へ行かせることも必須になってきます。そこで A 子さんと塾の話をしようと、会う約束を取りました。今はコンビニ、歯医者、美容院、不動産屋、などと同じくらい、一つの駅に塾がたくさん存在します。中学受験はしませんが、中学でスムーズに勉強がついていけるよう、今のうちに手を打っておくのです。それが、高校受験につながる、親としての役目です。A 子さんはパートをしているので、A 子さんの都合に合わせました。A 子さんには10歳の男の子を筆頭に、7歳と5歳の女の子がいます。末っ子ちゃんは幼稚園の延長保育に預けて、パートをしてるんです。さすがに3人いると、金銭的にもきついのでしょう。その中で無理くり、私と会う時間を作ってくれたようです。しかも、たった2時間。私は塾の話はついでで、もろもろおしゃべりしたいことが、たくさんありました。女の人はわかると思いますが、話をするだけで、すっきりするんですよね。あんなに完璧な夫だったとしても、やはり愚痴は出てくるんですよ。学校の先生への不満もあります。でも、2時間では、大した話はできないなぁと、残念。私はなんだかんだ、喋り相手が欲しかったのかもしれません。私もなんかパートをしようかな、と思ったり、思わなかったり。そのあたりも A 子さんに相談したかったんですよ。いちいちうるさい女だな。いっちは、夫の愚痴なら、自分の母親に電話で愚痴れば？母親も暇だろ？まあ、暇だから昼寝しちゃうし、不平不満が出るんだよ。A 子みたいに、子供3人、パートありだと。忙しすぎて、余計なこと考える暇なんて、ないんだって。一致もパートとか趣味とか見つけたら？女の子はよく話題があるなーってくらい、ずーっと喋ってるよな。中身のない話を永遠にね。A 子さんとの待ち合わせ。私は前日から準備をしていたつもり。着る服とか、どんなメイクで、どんな髪型で、とか、デートでもないのに、久しぶりなので、ワクワクしていました。時間も逆算して、ルーズにならないよう。気張っていたのは確か。だけどやはりドタバタで、急いで家を出ました。新しくできたレストランで、ランチを食べながらというのは私の提案。でもやばい、待ち合わせの時間に間に合いそうにない？ 5 分遅れます。先にレストランの中に入っていてください。とメールを送りました。自宅からレストランまで、徒歩15分、20分。駅からちょっと離れているので、まあまあ歩きます。本来なら自転車で行っちゃうところを、張り切っておしゃれをしてしまったので、あえて徒歩で、レストランに到着。高いヒールなんて履いてきたから、クタクタになっていました。中に入ると、まだランチ時で満員状態。奥の一角に A 子さんの姿が見えました。A 子さんのテーブルの上には、食べ終わった皿と、手つかずのケーキの皿が。A 子さん、お待たせしました。すみません、ちょっと遅くなってしまいまして。
それにしても A 子さん、食いしん坊なんですね。先に料理平らげて、デザートまで。スタイルのいい A 子さんは、てっきり小食なんだと、決めつけていました。一輝さん、今何時だと思ってるんですか？今まで聞いたことのない、低い声。え？遅れますって、連絡しましたよね？その連絡をもらった時点で、すでに約束の時間から40分過ぎてたんですけど。え？そうでしたっけ？おかしいな。私はなんとかごまかそうとしました。とりあえず、私も料理頼んでいいですか？もうお腹ペコペコで。こんな混んでる店内で、料理だけじゃ持たなくて、食べたくもないデザートを頼んだんです。勝手に帰るなんてできないですから。それでしたら、携帯でメールしてくれれば。何度もしましたよ。多分、一輝さんバッテリー切れてると思います。いつもそうですよね。ちゃんと充電しないなら、何のための携帯？ A 子さんはご機嫌斜め。こんなこと言いたくないですけど、無理くり時間を作ってきたのに、1時間の遅刻ってありえないですよ。1時間の時間の価値、わかってますか？私はのんきに料理をオーダーしました。あと1時間あるじゃないですか。話詰めていきましょうか。私、いろいろと塾の情報を集めてきたんです。それもすべて無駄のようですね。今日の予定はキャンセルで。お先に失礼するわ。A 子さんは手つかずのケーキを残して、席を立ちました。そんなに失礼なことしたかしら。A 子さんって短気なんだな。ここまで来てドタキャンとか、私はいまいち自分が悪いと思っていません。たかが40分、50分、60分、食事して時間を潰せたなら、ラッキーじゃない？いやいやいや、一致の思考どうなってんの？親しき仲にも礼儀ありだろ。忙しい A 子がやっと作ってくれた時間を、丸ごと無駄にしたね。一致のルーズさは、最初の自己紹介でわかってたけど、一致は本当に悪いと思ってないの？自分でも言ってたじゃん。鈍感だって。一致に何言ったところで響かんよ。数日後、ご機嫌伺いで A 子さんに電話しました。忙しい A 子さんでも、夜ならさすがに出るだろうと。なんでしょうか？よそよそしい。もう機嫌治りました？塾の話ができなかったじゃないですか。A 子さんはいろいろ調べてくれたようですし、そのことについて話せればって。今、何時だと思ってるんですか？時計を見ると11時20分。まあまだ0時を回っていないのでセーフだろう。A 子さん、お忙しいですから、夜なら話せるかな？と思って。今からお風呂に入って、そこから末っ子の幼稚園での、お遊戯会の衣装を作らないとなんです。ああ、幼稚園は手作りのもの多いですよね。でも、それは A 子さんの都合で、3人作ったからですよね。ある程度の覚悟の上でしょ？家族計画失敗したんですか？はあ？別に一輝さんに迷惑かけてませんよ。あの日、どうして一輝さん、1時間遅れたのか、本当の理由言ってくださいよ。なんだか、話が変な方向に。あの日は、確か、何して遅刻したんだっけかな？私自身、すぐに忘れてしまうので、思い出そうと努力しました。他のママ友が見てたんですって、一輝さんがあの日のお昼に、駅前のカフェでコーヒー飲んでたって、どういうことですか？ああ、そうだった。レストランに行く前にカフェに入った。ああ、あの日、慣れないヒールを履いて、足が痛くなって、駅までは耐えて歩いたんですけど、限界で、ちょうどカフェがあったので、一旦入って、足を確認したら、足のかかとが擦れてしまっていたんですよ。血が出ていて、そりゃ痛いはずですよ。絆創膏を店の人からもらって、そこへ間髪入れずに。もういいです。言い訳だらだら聞かせられても、時間の無駄ですから。それに一輝さん、これが初めてじゃないですよね。これまで何回待たされたと思ってるんですか？そんなこと言われても、過ぎてしまったことは、どうすることもできません。だから他のママ友から敬遠されるんですよ。それすらも気づいてないんでしょうね。それでも私は、一輝さんの人柄が好きで、お付き合いしてきました。でも、遅刻してろくな謝罪もない。一時間も時間を無駄にしたことに、腹が立ってるんです。私あんまり過去のこととか覚えてなくて。っていうか時間に縛られたりするのが、好きじゃなくて、10分前集合とかも意味わからないですよね。これって日本人の悪いところだと思いませんか？もういいです。話になりませんから。これからは一輝さんとのお付き合い、控えさせてもらいますね。じゃあ、私、とっても忙しいんで。そう言って A 子さんは電話を切りました。なんだか釈然としません。そんなに神経質になる問題ですか？海外なんて昼休みが3時間とか、ざらにありますよね。
日本人ってなんて窮屈で退屈なんでしょう。イタリアの話だろ。だったらイッチはイタリアでも南国でも行けばいいじゃん。イッチの思考じゃ日本では行きづらいよ。たまたまいい夫と息子に恵まれただけ。普通に考えたら嫌われる部類だと思う。時間はお金で買えないからな。人の時間を平気で奪う人とは仲良くなれないよな。ここでイッチは一旦スレを退出しました。少しは反省したんでしょうか。それから2週間後、イッチは再びスレに現れました。皆さん、覚えていますか？ママ友と約束していたのに、遅刻して怒らせたイッチです。ああ、時間にルーズなイッチね。ええことは仲直りできたのか？少しは改めたんだろうな、イッチ。もう笑えないレベルだぞ。A 子さんとはあの後話していません。他のママ友からも、距離を置かれたみたいで。まあ、息子には全然影響ないことが、救いですね。私の場合は持って生まれた性格なので、なかなか直すこともできず。こういう性格って、社会的信用も大きく損なうことが分かりました。まあ、夫は公務員で、仕事を失うこともないでしょう。息子も私と違って、協調性もあるので大丈夫。私はまあ、無難に生きていきます。全く響いてないな。ほんと、メンタル強くて、鈍感なんだな。まあ、たくましく生きていけば。その強さはある意味貴重。でも、間違っちゃいけないのは、これを個性って言っちゃうのはダメだね。一つも直す努力せずに、自ら敵を作ってるしね。夫と息子はもう諦めてるんだよ。イッチがいつか気づく日が来るのか。はい、お疲れちゃん。約束ってどういう意味か、辞書で調べるところから始めましょう。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひ、コメント欄で教えてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、このような気違いな報告者のスレを中心に紹介していますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。